聖剣ソードライバー。雷鳴剣イカズチ。ランプド・アランジーナ。とある異国の地に古から伝わる不思議な力を持つランプがあった。イカズチ抜刀。ランプド・アランジーナ。イカズチ一殺。ランプの生徒雷鳴剣イカズチが交わる時、稲妻の剣が光り輝く。ニードルヘッジホッグ。この弱肉強食の大自然で幾千もの針をまとい生き抜く獣がいる。イカズチ抜刀。トゲトゲランプのヘッジホッグ。二冊キュキュッとこすると現れた。その魔人への願いとはチクチクの鎧だった。トライケルベロス。かつて冥界の入り口に三つの頭を持つ恐ろしい番犬がいた。バットランプの魔人が真の力を発揮する。ゴールデンアランジーナ。イカズチ三殺。稲妻の剣が光り輝き雷鳴が轟く。